ウェの種目ティアリストと、なんか最近流行ってますね。なんかティアというのにこう分けていくと、まあ要は S が重要度が高いってことですよね。多分まあ1軍2軍3軍4軍みたいな感じなんじゃないかなって勝手に思ってます、うん、多分そうでしょう。を分けていくということです。種目はカメラマンが言ってくれると、はい、はい、それをどこに入れるかで、まあそれぞれやって後で話し合っていくっていう感じにしましょう。はい、はい、1種目目、はい、ベンチプレス。まあ肩の怪我しやすいから DT やと思う。あ、それ一ボケいるんや。いらないよ。じゃあ、B って書いてるからベンチプレス。いるそういうの。いや、で私はね、S ティアに入れますね。うん、はい、まあもう外せないでしょ、ベンチプレスは。まあ僕も同じかな。トータルで考えた時にってことだよね。そうですね。うん、後で変えてもいいんですもん。筋肥大側とか筋力伸ばす上でとかそういうのではなく、もう胸の種目全部平均点が高いっていう意味でってことよね。いいんじゃないかな。はい、はい、重さ扱えるしね、かなり扱えるし、踊っちゅうの踊ですしね。そう、どこでもできるし、はい、どこでもできんけど、うん、ある程度のジムでできるし、うん、次じゃあいきます。はい、ダンベルベンチプレス。ダンベルプレスか、なるほど、なるほどね。ダンベルプレスか、まあ選択肢としてはベーシックだしいいと思うけど、うん、まあ個人的な感想としてはやっぱベンチプレスの方が重量扱うとか、うん、そういう意味ではいいのかなっていうイメージなので、うわぁ、ええかな。俺がやるかやらないかとかそういうので決めてる。あ、いいっすよ、それでも。じゃあもう俺は B かもしれんけど、これ分からん、他が出てきた時にさ、難しいよね。まあ、後で変える。後で変える可能性がある、はい。じゃあ俺はここに入れとこう、ちょっと一応。ぶっちゃけ僕はやらない、あんまり。私もあんまりやらんかな。なんかすごいコンドルとか、なんか気分みたいな、年に数回来る気分とかでやるぐらいかな。じゃあ次いきます、ね。はい。スミスのベンチプレス。スミスマシンで行うベンチプレス。あー、俺これもう D、 いやーでもその段階によると思うよ本当に、うんうん、その初心者で全く押したことがないですみたいなの人はもうここのブレなんて考えてる暇ないから、その人にとっては S になるけど、うん、今の俺にとっては D やね。うん、僕もその、うん、自分自身で考えたら D だな、うん、むずいねーこれね、うん、むずいねー。まあでも本当にじゃあ僕も一旦 D にしようかな、うん、そうで、もしかしたら後で変わるかもしれない、うん、ラットプルダウンとかがもし出てきてしまったらさすがにスミスの方が上ってなるから、そうって感じかな。はい、うん、インクラインのベンチプレス。なるほど、これはもう A だな。うん、確かにこんがりさんやってるイメージありますね。こんがりはね、やっとるね。なんで S なんですか、インクライン。僕の肩にとってダメージが少なくて重量もしっかり持てるからっていうようなイメージですかね。可動域も大きく取れるし、僕の肩にとってはこれよりディップスとかが後々来るであろうけど、そっちの方が S かなっていう感じかな。ただまあこれも変わるよね。インクラインとかってディップスって普通の人にとってはかなり難しい、難易度が高いけど、インクラインとかにするとね、肩落ちやすくてやりやすい、だからその人にとっては S ってなるかもしれないし、難しいよね。まあでも明らかにこの上位陣であることは間違いない、うんうん、インクラインダンベルプレスでしょうね。インクラインダンベルプレス、これがね、なんて言うんでしょう、僕どっちかっていうと自分の中でのあれだとそんな高いんや。結構上、なんかインクラインのプレスはフリーウェイトハマりが良くて、だから僕はベンチのハマりがいい分ダンベルプレスに対して魅力はあんまり感じてないっていうようなイメージかな、うん、でも総じて僕インクラインは全部好きと思う。難しいなぁ。てかまあ胸全体的に入るから僕評価高いかもね。ダンベルプレス、ダンベルプレス B に落とそうかな、どうしようかな。やらねえんだよなマジで。まあこのぐらいかな、別に低くはないけど、いや、ちょっと待てよ。変えます。そもそも俺にとってダンベルっていうのが準備がめんどくせえっていうのがあるわけよね。いやみんなそうじゃない、ベンチってこっから始めれるじゃん、しかもこうガチャガチャってできるけどさ、うん、ダンベルってさ下手にある程度の重量は持てるじゃんか。ってなった時に例えば50キロ扱いますとかってなった時に50キロ持ってくるだるいじゃん、うん、それさこうやってやってさしんどいなっていうので精神的なものも含めて低いかなっていう、こっちの方が準備が楽、うん、これもね、うんうん、僕ちょっと修正して、うん、B にダンベルプレスを落として A にインクラインダンベルプレスをインしました、うん、ベンチはダンベルプレスと比較した時に間違いなく重量を持ってる感じがすると思うんですよ、うん、インクラインベンチを僕は胸につけるようにやってるから、うん、ダンベルプレスにした結果、うん、可動域だとかの調整で重量が意外と扱えるから、うん、ダンベルプレスと比較した時にちょっとこっちの方がメリットが大きく感じるというか、うん、ダンベルプレスは正直可動域とかにとらわれずベンチの方が重量扱えることがほとんどだと思う、うんうん、そうですよね。意外とインクラインダンベルプレスは、うん、まあだって僕120キロのインクラインベンチプレス20発できないけど、こっちは60キロ60キロで20発できてるわけだから、あんま参考ならんね。俺は明らかに変わるもんな。うん、ほんと、うん、
あ、いやでもそんなことないかも。そこまで差がないわベンチほどの、うん、確かにそうだね。ってなるとちょっと待てよ、上げるか。いや B+ って感じだね。位置的にちょっと上にいるよって。そう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 、P の中でも上に帰ってるやつが一番高いみたいなのにしときます。なるほど、じゃあ上に。最初だからあのカニキンさんとかって食べ物を食べた時にちょっとずらしながら入れたりするじゃん。そういうことで A+ とかもありますね。うん、スミスのインクライン、はいはいはい、俺は結構好きなのよ。あなたよくやってるよね、うん、これもな僕にとってはスミスマシンによるな。やりたくないスミスもあればいいです、うん、いやもうアナクラウンのエニタイムのスミスはもうはっきり言ってカスだから、うん、てか俺あの太さであんまりベンチ系やりたくないよね。ナローは俺嫌いじゃないんだけど、うん、握らんから、はい、しっかり握る胸のやつはあんまり好きじゃないよ。うちのやつは嫌いじゃないんだけど、うん、難しいね。まあでもあれだな、 C だな。筋肥大のことを考えたら俺はもう明らかにいい感じなのはインクラインベンチなんだけど、まあ、これもね、うん、準備がめんどくさいのよ。だからスミスをやりがちなんよね。だからでもスミスも準備のめんどくささはあるじゃないですか。あるけど、うん、ゴールドジムとかに行けばインクラインベンチ台がそもそも置かれてるから、ね、準備の楽さで言うと結構上に来ると思います、うん、それで考えたらどうですか。それで考えたらでも俺のテクニック的にはスミスの方が好き。ここにします。僕はなんか自分の上げる軌道が完全なその支えた位置と下ろした位置が完全な垂直の軌道じゃないからスミスになるとそこがずれてやりにくく感じることがほとんどなんですよ。得意部位ってそうよね、変に軌道固定されん方がいいみたいな、うん、そうそうそう、それがあるから基本的にスミスの評価僕低いです、うん、でその上でどっちかというとインクラインスミスの方があの直線軌道になりやすいというか、うん、だからここにも差はあるよっていうようなイメージで、うん、まあ、インクラインの方が全体的に好きかも。フィッシャーズデクラインプレス。まあ俺でもここかな。やってた時期はあるから、うん、どっちかって言ったらまあいいかな。インクラインスミスよりかはいいかも。ガチ。うん。へえ。ちょっとデクラインプレスはあちょっとつかめてないね。まあだからリップスとかのこの動きですよね。うん、この動きを、うん。形そのいや分かる分かる分かる、やってっていう感じだから、うん、僕ベンチのこれでやることはデクラインベンチプレスやることはないけど、ケツ上げプレスフライみたいな、フライプレスかみたいな状態でこのだから本当ディップスと同じようなグリップで、うん、ディップスと同じような下ろし方でやるっていうやり方は一時期好きだったから、うん、最近は外してるし正直ディップスでいいかなっていう感じだから、まあ、肩の優しさとかも含めてね、うん、だからまあちょっと今 B に落ちてるかな、うん、ダンベルフライ、ダンベルフライ、ダンベルフライ、通常のフライ、通常のフライですね。あインクラインと分けるってことですね。なんかフライプレスみたいな感じにするのか、普通のフライですね。じゃあ一般的なフライ、はい、もう今の俺はここだな。僕は C かな。ちょっとここはなんかもう個人的な意見を優先させてもらう、うん、全然そのパーソナルで教えることも全然あるんですけどね、うん、ただ僕の中ではこれクラシカルな種目ではあるからな、やっぱり、うん、じゃあ次出たんです、フライプレス。フライプレスね、お二人が言ってる、うん、大体のなんか説明してもらっていいですか。ダンベルフライとフライプレスのなんか違いというか、パラレルグリップの状態でストレッチ意識というよりかはプレスの軌道でやるっていうようなイメージかな、うん、だからパラレルグリップベンチプレスみたいな感じ。ああ、なるほど。ダンベルフライはもうがっつり開いて、ただまあ正直がっつり開くダンベルフライって重量が極端に軽くなっちゃうから難しいところはある、うんうん、ただ俺は結構重量極端に軽くで最近やるけどね、うん、ああやってたね。うん、もう言ったらフライプレスは二関節の種目やんか。だけどもうここだけで動かしてあげようという意識でね、うん、しっかり落としてストレッチをかけようと。でもその代わりやっぱりそんなのね、何十キロでやったら死んでしまうから、もう10キロ12キロとかそのぐらいの軽さでやるみたいな、ちょっとゴード工事意識で最近やっとる、うん、で悪くないかなっていう感じはするからここに俺は入ってくるけど、うん、フライプレス、僕全く同じだな、うんうん、別にこれはもうフライプレスも含むにするわ、うんうん、フライプレスはな、ダンベルプレスとそんなに変わらん気がするからここかな、うんうん、まあダンベルプレスの方が好きかな、やるとしたら、うんうん、ディップス、ディップスね、俺はここだな、ここだね。いい種目ですね、うん、ある程度重さも持てるしね、うん、体にとってなんか自然な動作っていう感じもしますし、ね、うん、バリエーションもつけれるし、うん、まあもちろん向いてない人は向いてないと思います、うん、ただ向いてない理由は骨格の可動域制限だとか、あの動作不良っていうところの方が大きいんじゃないかな。怪我したけどこいつで、それによって向き合うことができて S まで上がってきました、うん、てか好きだったけどね、好きで変なやり方して怪我したって感じだから、うんうん、マシンチェストプレス、ものによるな、ものによる、ほんまにものによる、それはもうどのメーカーの、じゃあ1個だけ選ぶとしたらいいですか。通常のチェストプレスってこと。そうですね、インクラインはまた別です。1個だけ俺なんか好きじゃん、一番いいのだったらこれでここみたいな。最近やってないけどな、いらんもんな。だからまあどんだけいいやつだとしても、僕は BSA とか S のこいつらを
上回ってくることはないっていう意味でもう最大限良かったとして B ってことでしょ。うん、なるほど。まあそうかな、俺もそうかもな。ストライブとか好きやけどね。だから別にね、なんかわざわざ触りに行くほどじゃねえなって僕は思っちゃうね。あったらやろうかなっていう感じで俺もここになるかな、うん、フレックスのハックスクワットだとかは、うん、触りに行きたいってなってわざわざジムに行くっていうことはあるんですけど、チェストプレスそのものを触りたいからって理由で行くことがあんまりないんで、うん、インクラインのチェストプレスマシン。あーなるほど。ハンマーのは俺好きだけど、インクラインはこれよりちょい上かな。間ぐらい、うん、B プラぐらいですか。じゃあなんかやっぱ上部狙いは俺はやっぱある程度軌道が固定されとる方が好きなんよね、うん、あんま得意じゃないからやろうけど、うん、だからこれよりは上かなって感じ。インクラインのダンベルプレスマシンチェストプレスよりは上、ここになるかなっていう。でこれちょっと矢印引いて、まあ同じかな。インクラインマシンプレスやらなくないし、ハンマーのインクラインとか好きだけど、うん、やっぱメインに据えることはそこまでないから。通常のマシンチェストプレスと比べてどう？ただまあ、なんだろう、チューブ狙いの種目でやることがあんまりチェストプレスはない分、どっちかっていうとハンマーのインクラインは使う機会が多いかもしれないから、一旦 A に上げさせていただきます。おお、インクラインはやっぱ基本高いね。インクライン男です。インクライン男、何それ。デクラインのチェストプレス、ハンマーの。いや、なんでもその一番好きな。いや、ハンマーのに固定すると俺はここに来るよね。もうメインハンマーので固定すると僕もエイティアにします。かっこハンマー、俺はこれメインにするもん。エニタイムとか行った時は、エニタイム行った時はむしろ俺ベンチやらないっていう。せっかくあるし、こっちをすごい重さ元で、特に最近ハンマー重さ上げ上げシーズンって決めとるから、これをとにかくいっぱい重さ持とうっていう感じでやっとるかな、うん、そう。デクラインプレスの何が嫌かっていうと、体勢が斜め下にこう、なんて言うでしょう、あのフリーウェイトの場合ね、うんうん、斜め下になる分肩は絶対落ちる方向に行くんですよ、うん、ただマシンの場合は重力方向で落とせて、そのまんまデクラインの方向で押せるから、絶対その辺噛み合いはいいはずなんですよね、うんうん、だからこっちの普通のフリーに比べて、まあ絶対にティアは1個上げておかなきゃいけない感じはするというか。まあ逆にデクラインのチェストプレスってハンマーがあんの？あんまイメージないよね。トルクとか出してそうだね。そうだね。あ、うん、あんまり見たことないね。でも、うん、パンパン太郎のパンチャンネル。ケーブルクロスオーバー。ああ、ケーブルクロスね、あー難しい。なんか難しいな。絶対入れるけど難しい。ケーブルクロスは僕は ATR の中の一番上にしようかな。一番上、うん、ほう、逆に ATR の中の一番下かも俺は。やっぱね、フリーメイトだとどうしても就職の刺激を与えられないっていうデメリットがあると思うんですよ、うん、で、それをやっぱ改善するためにはマシンかケーブルを用いた方がいいっていうのがあって、うん、それの中ではやっぱ汎用性も高いし、いい種目なんじゃないかなと思います、うん、いや、そう、素晴らしい種目ではあるけど、どれが切るならこれを切るかなっていう、うん、こっちで与えられるダメージの方が俺は大きいかなと思うから。まあでももちろんいるよねっていう。インクラインダンベルフライもやらねえ俺。インクラインダンベルフライ。あ、逆にインクラインだったらフライもやるんですね、小林さん。あ、やる。やらされたわ俺前。そうだ、一緒にトレーニングした時。インクラインダンベルフライはめちゃめちゃいい種目だと思う。こうかな。テックフライマシン。テックフライ。あ、そんな上か。まあ俺は水を得た魚のように。水を得た魚な。え？あ、水を得た魚って。魚、魚やで。どうでもいいんだよ。ベックフライなぁ。でも SA かもしれない。サービスエリアかもしれない俺、ベックフライは。こんな感じ間、うん、ベックフライ好きだね。まあなんでかって言ったら、大胸筋というかのここの作用って肩の水平内転じゃんか、うん、この動きそのものにかかってくる種目だから好き。他のやつっていうのはここだと重力方向のフライ、あのプレスとかだとかかりきらなくてここで一番かかるみたいな感じで、あのかかるポジションとかからないポジションって結構あると思うんですよ。ベックフライはこの動作に純粋にかかってくる種目なんで、やっぱ割と唯一無二感はあるというか、めっちゃ好き。だからまあ多分これはね、その筋肥大の効果云々とかを言い始めると正直分からんけど、体の機能的に動作としてはめちゃめちゃ自然だと思うから。だってこうするだけでいいんだもん、はい、これに純粋にこの軌道に乗ってくるので最高じゃない。確かに。っていう感じで、あったら絶対やりますよね。やる、うん、あったらやるね。なくても、だからなくても困らん。あった方がいいけどっていう。いや、だから僕がその胸の冷えにタイムに行くときにベックフライをやらないの時はもうマジでマシンが混んでて使えない時だけ、うん、それ以外は絶対やる。ベックフライ本当に人気やから。ベックはマジで大胸筋、足でいうレッグエクステンションの立場から、うん、そうそうやね。筋肥大運動みたいなんで言うとスクワットとかの方が絶対重要度としては高いイメージはあるけど、レッグエクステンション外せんじゃん、ボディビル的に考えて。だって膝のこのね、この軌道に対して純粋にかかってくれるから、やっぱいい種目でございます。ベックフライ、ダンベルプルオーバーですね。あ、プルオーバーね。あー、プルオーバーね。最近
にやらんくなってしまったな。でも一時期すごいやりよったけどね。胸郭を広げるっていう意味では大切な種目だと思うんですが、自分自身がやってるかというと胸郭がまあなんか割と開いてるからやってねみたいなところだな。俺は結構やるね。割とその背中の日でプルオーバーやるっていうよりは胸の日にプルオーバー入れるから、うん、人によるけど、うん、自分自身がそんなにやる種目ではない。でもいい種目だとは思うっていうので、なんかちょっとこの辺にエーティアの下って言うと嘘になるな。さすがにここまでやってねえもんな。いやそうか、インクラインマシンプレスとどっちが上か悩むな。同列ぐらいかな、ここと。よし、ダンベルプロこんな感じかな、うん、B の一番上。うん、難しい。じゃあラストですね。はい、腕立て伏せ。おお、いやー D だな、さすがに。自分自身がやるかどうかで考えちゃうと、コンディショニングも含めて別に今やる必要性を感じてないから D ティアになっちゃうかも。パンプアップする種目として別になしじゃないと思うんだけど、別にこいつである必要性は僕らは感じてないって感じですよね、うん、だって別にケーブルクロスで追い込むなりすればいいし。 It's a ganglion magic。 はい、まあ、はい、なんか話しながら順番変えようかとかって言っとったけど、書きながら決まったよね、ほとんどね。そうだね、うん、S の中では俺はもうここはほぼ同列。最近だけで言うとちょっとこれ頑張っとるから SS にしたいかなぐらいで、でペクフラはこうやし、この中ではもうこの高さ順に並んでます。ここは B の中でちょっと抜けとるし、あとはまあこの順番でクレンプス、もうここは一緒みたいな感じかな。僕もそうですね、ここはもう全部同列、 S ティアは同列、うん、で A ティアだけゲブルクロスだけが1個ちょっと僕の中では抜けてるかな、うん、っていう感じで、他は同列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 っていう感じかな、うん、僕がね胸の種目3種目厳選してやってる時とはインクラインベンチプレス、ディップス、ペックフライの3つが基本的になると思うんで、うん、だから基本的に S ティアしかやらないみたいな。ペックフライがない環境だったらケーブルクロスを打ち込むよとか、うん、で時々インクラインダンベルプレスだったりインクラインダンベルフライだったりチェストプレス、ハンマーのデクラインプレス、だからまあ基本的にここから上で組みますね、うん、ここから下はあんまり普段やらない種目だよっていう感じ。確かにね、うん、そうだね。だから基本的に服もトレーニングも同じだけど、1軍と2軍以降はあんまりやらないよねっていう、その3軍、4軍、5軍は。そうやね、なんかまあ俺インタビュー見た時はマシン触れたいから、はい、マシンプレスとかやったりするけど別になくていいみたいな感じだから、うん、確かにそうやね、やらんのばっかりやな、こっから下は。まあ基本的に S と A で組んでます、うん、はい、皆さんの、ティアリスト書いてみてください。読んでへーって言います。はい、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。レモンチャンネルのこんがりとハムちゃんでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。レモンクラシック東京まであと1ヶ月を切りました。今僕はボイトレをしています。この美声を聞きに来てください。チケットまだまだ売ってますのでよろしくお願いします。 Get up on your feet, this is a